それはまさに夢のような至福のひとときだった。9月20日、名古屋にてサミー・ヘイガーのジャパンツアーが幕を開けた。会場となった2テラ、美徳市東京市民会館フォレストホールには、様々な世代のファンが詰めかけ、サミー自身が言うところの、単なるコンサートではないのセレブレーションは、20曲以上、約130分間にわたって繰り広げられた。ステージ上の5人が、すべての演奏を終えると、その背景には、サンキューの大きな文字が点滅していたが、そのシンプルな感謝の言葉は、この夜のオーディエンスの気持ちが映し出されたものでもあったはずだ。今回の非公演は、ザ・ベスト・オブ・オール・ワールズと銘打たれた世界ツアーの一環としてのもの。2004年に発売されたヴァンヘイレンの2枚組、ベストアルバム、ザ・ベスト・オブ・ボス・ワールズを想起させずには置かないが、もちろんその表題は1986年生まれの名盤5150の収録曲タイトルに由来する。そもそもは双方のいいとこ取りを意味する。この言葉がこのツアーでは全てのいいとこ取りに拡大されているというわけだ。実際、その看板に偽りはない。何しろ、あくまでサミー在籍期のヴァンヘイレンのレパートリーを軸としながらも、デイブ・リー・ロス期の楽曲、ヴァンヘイレン以上に長いサミー自身のソロキャリアにおける代表曲なども、ふんだんに盛り込まれた演奏内容になっているのだから。この先、大阪と東京での公演も控えているだけに、この場での具体的な演奏曲名に関する記述は、必要最小限に留めておきたい。ただ、特筆すべき事項として伝えておきたいことの一つに、先頃の北米ツアー時には演奏されていなかった、Can't Stop Loving You が披露された事実がある。1995年発表のヴァンヘイレンの第10作、バランスから生まれたヒット曲だが、サミーはこの楽曲に対するヒデの人気の高さを把握しており、以前からこの国で披露することをほのめかしていた。実のところ当時の全米シングルチャートでは最高30位に甘んじていた。この曲を彼が公の場で披露したのは2007年10月に彼の誕生日に際してメキシコで行われたライブ以来のことであるようだ。しかもステージ上でのサミーの発言によれば、ほんの3時間前に全員で合わせてみたばかりなのだという。彼は、だから間違えたらごめん的な発言もしていたが、当然ながらそんな事態に陥ることはなかった。ビッグネームによるツアー、ことにテーマ性が明確な大型ツアーにおいては、各楽曲に伴う演出面の都合などからも、地域を問わずセットリストが一定であることが常だが、サミーのこうした配慮からは、彼のまたこうして日に戻ってこられて嬉しい。この国が大好きなんだという言葉が、単なる社交辞令ではないことが伺える。彼は公演中、名古屋の街自体もお気に入りであることを認めながら、俺がこの街を大好きであるように、みんなにもこのバンドを気に入ってもらえたら嬉しいといった発言もしていたが、そうした気持ちの表明だけでもこちらとしては嬉しくなってくるし、当然ながらこのバンドの企画外の素晴らしさには、その場にいた誰もが感銘を受けていたに違いない。家族の事情により、英国に戻らねばならなくなり、先頃の北米ツアーからの途中離脱を余儀なくされた、ジェイソン・ボーナムが引き続き不参加となったことは、残念ではあったが、ピンチヒッターに起用された、ケニー・アロノフのパワフルな超絶ドラムは、ジェイソンを欠いたことによる穴を埋めて、あまりあるものだった。ジョン・メレンキャンプとの長い活動歴のみならず、ザ・ローリング・ストーンズ、スマッシング・パンプキンズ、ジョン・ボンジョビといった様々な大物たちとの演奏歴を持つ、彼は米国のローリング・ストーン氏の選出による全時代を通じてのベストドラマー100人の一人にも選ばれている人物だ。また、キーボード担当のレイシス・ルーイートは楽曲によっては
ギターやボーカルでも貢献し、まさにマルチな活躍ぶりを見せていた。ごく自然体のまま、神業レベルの演奏を披露するジョー・サトリアーニ、そしてサミーにとっての良き相棒と言うべきマイケル・アンソニーの素晴らしさについても言うまでもない。原曲キーのまま歌うことにこだわりのあるサミーの歌唱も圧倒的な素晴らしかったが、そのさらに上の音階でハーモニーを重ねるマイケルの歌声も見事なものだったし、あえてこの場では曲名を伏せておくが、彼がボーカル面を主導する楽曲もこのショーにおける見せ場の一つになっている。ファンが求める楽曲が網羅された演奏内容もさることながら、サミーをはじめとする熟練者たちの人柄の素晴らしさもこの公演全体を支配していた幸福な空気感につながっていたように思う。余談ながら、この日の開演前、筆者はサミーの行為によりバックステージに招かれたのだが、こちらが今回のツアーのオフィシャル T シャツを着用しているのを見た。サミーはいい T シャツを着ているな。楽しむ準備はできているようだね、と声をかけてきた。そして、君は楽器をやるの？と尋ねられ、あいにく演奏はしないんですが、ボーカルの経験は少々ありますよと答えると、奇遇だね。俺もそうなんだと返してきた。そして、少しばかり歓談した後に客席に向かおうとすると、ちょっと待て、と呼び止められたのだが、何事かと思えば、テキーラを差し出され、その場で乾杯することになったのだった。その際、他のメンバーたちとも少しばかり話をしたが、今夜の終演後、超特急でこのライブの記事を書かなければならないんですと告げると、ケニーは大変そうでいて実は簡単なことだ。たった一つ言葉を書けばいい。グッドとねと言い、その発言を受けてマイケルは大笑いしながら、そう、たった4文字でいいんだと言ってきた。開演直前とは思えないその和やかな空気は、彼らの演奏中にも保たれていた。完璧なライブパフォーマンスを張り詰めたような緊張感のもとで進めていくのではなく、穏やかな空気感の中で繰り広げてしまう彼らに、僕はマイケルからの指定文字数を一時超えてしまうが、グレートという言葉を捧げたい。もちろんそこに感嘆符をいくつもつけて、増田雄一撮影、カズナル木村、サミー・ヘイガー2024ツアー、ザ・ベスト・オブ・オール・ワールズ9月20日金曜日名古屋、ニテラ・美徳首都業市民会館フォレストホール、公演終了会場18時、開演19、9月22日日曜日大阪、同時マリバーフォーラム会場16時、開演17、9月23日、月、旧東京、有明アリーナ会場17時、開演18時30分チケット東京、名古屋公演ゴールド、35,000円、税込みグッズ付き S 席、20,000円、税込み A 席、19,000円、税込み大阪公演、ゴールド、スタンディング、35,000円、税込みグッズ付き S、スタンディング、20,000円、税込み2回指定席、19,000円、税込み未就学児、6歳未満入場不可。6歳以上チケット必要。ゴールドのグッズは後日発表予定。https://www.livenation.co.jp/smmyhear-2024